人と人がつながるっていう状態はどういう状態かってことですよね。例えば全然知らない人とでもね、つながることができるんですよ。あなたそういうこと大事にしてるのね、うん、あ今こういうことが必要なんですねっていう、そういうのを尊重するその人の、うん、そのことを邪魔しないってことですよね。その人の大事にしてること、うん、こちらも大事にしてることがあってその人に伝えることができるわけです。私はこういうことを大事にしてるんですよっていう、まあ、その場その場で変わるけどね。それはそう、お互いに2人で理解しているときにお互い理解し合っていて、お互いに尊重し合ってる関係性をつながりの質がある関係って言うんです。で一見ねすごく親しいような間柄、例えばご夫婦とかね親子でも全くつながってない人は世の中にいっぱいいて、うん、お互い全然尊重し合ってないじゃないとか、お互いに非難ばっかりし合ってるじゃないとか、うちの両親だね、うん、それが不幸なことだけどね。でもそういう関係性の中につながりをどうやって作っていくかっていう技術ですよ、これ。うん、つながりを作れない関係性っていうのは、ね、ゼロ、うーん、パーセンテージとしてはゼロパーセント。向こうが共感的とか全然知らなくても、こちらが共感的であれば 100% つながります。どんな相手とでも、どんな相手でも、こちら次第。そう、相手じゃなくてこちらです。どんなに相手が怒ってたとして も相手が、そう、例えばもう、あのなんかあの認知症のね高齢者でも、ね、言葉喋れない赤ちゃんでも、ね、言葉通じない、うん、外国人でも、頑固じじいでも、頑固じじい手強いぞ、頑固じじいは意外に簡単です。ものすごいメッセージを発してる、あメッセージを全部言ってる、それをどうやって受け取るかです。頑固じじいっていうのは自分が頑固にすることによって俺を尊重しろって言ってるわけです。俺大事にしろって言ってる。ダメだ、するかって思っちゃう。だからそう思っておけばいいけど、その人に何か頼みたいこと あるような時はさ、そっか、なんかつながりが必要じゃない。町内会長が頑固じじいでさ、どうしてもイベントやりたいとかね、そういう時は何かお願いしなきゃいけないんだけど、そういう時にそのじじいにね、ああそうか、こう、あすごい人から大事にされること、大事にね必要なんだなこの人は、そういう身体性でこう話をしてあげるって、簡単ですよ。それは一番難しいのはどうだろうな、つながりにくいのはやっぱり自分を偽っている人、自分を偽っている、表面上全くその人の本心が、よく見えない、お母さんと、あなたのうちの両親すごい本当は怒ってるのに、うん全然平気だよ、あ自分の感情に気がついてない。そうそう、さっき多くな、うん、ニコニコしてすごく人当たり良くて、うん、人当たり良くて、絶対怒りがすごいっていう、なんか世間なんか増えてきてる気がする。もう自覚があれば違うじゃん。だね、だって全然みんなさ自覚してない。うん、そうだね。なぜかというと社会制度が、ね、こういう社会制度の中で私たちは自分以外の人間の役割を演じることばっかりしよう、怒っている、怒りたいんだけどここは冷静に振る舞わなきゃいけないとか、騒ぎたいんだけどあここは静かに座ってなきゃいけないとか、それは私たちの本当の生き生きとした人間性を殺しているんです。言葉言い換えれば自分の人生を生きていないってことなんです。